アワープラネット TV の白石はじめです。冬型の気圧配置が続き、日本海側や関西では大雪となっています。全国各地でインフルエンザや風邪が流行していますが、アワープラネット TV でもスタッフが相次いで高熱を出しています。皆さんもぜひ気をつけてください。さて、東京の江東区ではこの厳冬期に野宿している人のテントを公園から撤去しようとする動きがあり、批判が高まっています。このニュースを含め、今週1週間の市民のニュースをお伝えしましょう。脱原発を求める市民らが東京霞が関にある経済産業省脇に設置しているテントをめぐって、枝野幸男経済産業大臣が撤去命令を出した問題で、撤去期限の27日午後5時に市民およそ800人がテント周辺に集まり、抗議行動を行いました。このテントは原発反対を訴える市民らが9月に設置、4ヶ月以上にわたって交代で泊まり込みをしながら脱原発や福島県民への補償を求める署名活動などをしてきました。また10月には福島の女性たちが座り込みを実施、徐々に原発運動の拠点として海外にも知られるようになりました。27日は撤去を阻止しようと市民が多数集まったため、経産省側はこの日動きはなく、現時点では強制撤去は考えていないとしています。国会に設置されている福島第一原発の事故調査委員会が1月30日、福島県双葉町の町民が避難している埼玉県加須市で開催されました。参考人として出席した井戸川町長は、内閣府の原子力対策本部で議事録が作成されていなかったことに対し、国民に対する背任行為だと発言、隠蔽と捏造には厳正な態度で究明してほしいと述べました。またスピーディーのデータが公開されなかったことによって、双葉町民が放射線量の高い地域に向かって避難したことについて問われると、罪の深さは計り知れないほど大きいと声を震わせました。江東区が区立立川河川敷公園にある野宿者のテントを撤去しようとしている問題で、1日野宿者や支援者らおよそ80人が集まり、江東区に対して追い出しはやめろとデモ行進を行いました。この公園には現在10を超えるテントが立っており、野宿者が生活していますが、先月27日に江東区はこのエリアを予告なしに封鎖し問題になっていました。区は2月3日までにテントを撤去するよう求めていますが、支援者らは他に行くところがない人を追い出すのは不当だと訴えています。閉鎖するような話も聞いてないし、バリやる話も聞いてないし、バリケードやる話も聞いてないし、なぜ俺は一方的だと。以上、ニュースをお伝えしました。では今日の特集です。日本国内の原子力発電所を今後も維持していくのか、あるいは止めるのか、これを直接市民一人一人の声によって決めていこう、そんな動きがあることを皆さんはご存知でしょうか。今日はジャーナリストで、みんなで決めよう原発国民投票の事務局長でもいらっしゃいます、今井はじめさんをゲストにお迎えしまして、原発国民投票についてお話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、原発国民投票、みんなで決めよう原発ということなんですけれども、この間11ヶ月ですね、政府の方は、脱原発依存という言葉が出てきたり、あるいは一方で再稼働を進めようとしたり、なかなかこう国民の議論は置き去りになって、いろいろこう決まっていくということで、どうしたらいいんだろうと思っている市民も多いと思うんですけど、その今井さんたちが、今取り組んでいらっしゃるこの原発国民投票というのは、もうそもそもどういったものなんでしょうか。去年イタリアでね、原子力発電所の再開の是非を問う国民投票が行われて、世界的に注目されましたけども、そのイタリア以外にもですね、リトアニアとかスウェーデンとかスイスとか、いろんなところで原発については国民投票にかけているところがあるんですね。なるほど。で、私たちはその子ども手当をどうするのかとか、高速道路の無料化をどうするのか、そういった一般的な案件についてはね、政府や議会が国会が決めてくれたらいいと思ってますけども、私たちの声を反映して決めてくれたらいいと思ってますけども、原発をどうするのかというのは、
あのたった一人の首相やその国会の多数派に決めさせるわけにはいかないと思ってます。こんな重要な問題は、うん、憲法9条と同じでね、たった一人の人が決めていいことじゃなくって、うん、これは野田さんであれ菅さんであれ、菅さんが脱原発だったらいいとか悪いとかそういう問題じゃなくて、うん、誰が首相になっても谷垣さんが首相になっても誰が首相になってもこんな人たちに任せるわけにはいきません。これやっぱり主権者一人一人がですね、イタリアやスイスやスウェーデンと同じように国民投票にかけて、みんなでよく考えよく話し合って結論を出すべきだと、そう考えて運動しています。なるほど、はい、ただ日本の場合は、はい、その国民投票といっても、うんうん、いわゆるまあ憲法改正のためのですね、うんうん、法律というのは、うん、あのできましたけれども、はいはい、その他の事項についてまあ、意思を問うというようなことは、うんまあ、できない。そうですね、はい、おっしゃる通りで、今ある法律は憲法改正についてやれるだけであって、一般的な案件については法律がないんですよね、うん、ただし民主党は政権を取る前にですね、もう4年前からですね、憲法改正以外の重要な問題、例えば、うん死刑制度の問題とか臓器移植の問題とか、うん、脳死の問題、こういった生命倫理や人権に関わる問題については国民投票にかけた方がいいということをずっと民主党政権取り前から言ってきたんですよね。あ、そうなんですね、はい、だから本気でそう思ってるんだったら、うん、原発以上に重要な問題ってないですから、さっさとですね、自民党公明党民主党みんなで、原発国民投票法案を作ればね、何の問題もない、憲法をいじくる必要もないし、このままやればいい。ただし、うん、やった結果はですね、スウェーデンと同じように諮問型国民投票ということで、結果が法的拘束力を帯びません。で、帯びなくてもですね、全然僕は問題ないと思ってます、うん、日本は世界中で今まで1150件の国民投票が人類史の中で1150件の、国民投票が行われてるんですけど、これはどこの国もあるものなんですか。もちろんもちろん、欧米だけで600件以上行われてますから、この世界中でね、国民投票が行われてるのに、日本だけがね、この国ができてから1回もやったことないんですよ。だから僕は何でもかんでも国民投票にかけろとは言いませんけども、うんうん、1回ぐらいね、この重要な問題でやるべきだと思ってますし、やっぱりこの問題についてはですね、国民の皆さんも国民投票にかけることについて賛成される方が多いんじゃないかと思ってます。ぜひさっさと国民投票法を制定してね、これをかけていただきたいなと思います。なるほど。ただ私が聞いたところによると、うん、この原発問題についてもね、割と意見を言っている共産党や社民党は、実は今井さんたちの取り組みに賛成なさってないという話も。共産党も賛成してませんよ。賛成、はい、公民投票についてはね、なぜかといったら、それは憲法改正につながると、9条改正につながると、私はね、それはね、風が吹けば桶屋が儲かるみたいな話で、理屈がよくわからない、全然違う話であってね、国民投票をやったら、それが原発であっても安保基地であってもね、憲法9条の改正につながるなんていうのはもうこじつけでしかないと思ってます。そんなことを言ってる限り、共産党や社民党は市民から支持を得られないと思う。考え直した方がいいと思います。なるほど、うん、とにかくその今行っている運動というのは、一人一人の意思決定によってとにかく政策を決めていくだけの大きい事柄については、それをやるべきという。だから白井さん、私たちはね、憲法の前文でね、日本国民は政党に選挙された国会における代表者について行動して間接民政を謳ってますが、でも憲法の改正についてはね、直接民政を導入してるんですよね。だからやっぱり一番大事なことは、憲法以外でもこういった原発の問題は国民党にかけても僕は何の問題もないと思う。フランスなんかは憲法で、フランス人民は人民投票と選挙によって権力を行使する、主権を行使するって書いてあるんですよね。だから世界的にはもう常識であってね、日本だけがやってないことが非常識だということを、やっぱり政府の人もよく理解された方がいいと思ってます、うん、はい。今井さんたちはそうしますと、うん、この、半年ぐらいかけて、はい、この国民投票法案といえるような、はい、市民案みたいなものをこう練られていらっしゃった、はい、ということなんですけれども、ただ私たちもこうなかなかですね、この手続きの問題ですとか、うん、なかなか分かりにくいということもありますし、うん、それから脱原発派の中に比較的こう批判があって、こう脱原発にこう一直線に向かっていくならともかく、手続きのために、民主主義のためにこう進めるのはなんかこうまかにならんというような意見もあったりとか、つまり負けたらどうするんだみたいなね、結構ここ複雑で、なんとなくこうなんかみんなこうわーっと盛り上がる、今ちょっと盛り上が最後の盛り上がりみたいな感じになってますけども、ここのところっていうのはなんかどういう、そのなんていうか、こう意見とか質問とか、あるいは何かあるんですかね。そうですね、白井さんおっしゃる通りね、後で話が出ると思いますけど、東京のね、都民投票には賛成だけども、
国民投票には反対だって人結構いるんですよね、うん、でさっき言った理由なんですよね、憲法を触れることになるんじゃないかとか、うん、それで あんまり大げさに考えない方がいいと思うんですよ。今日本では、これまで新潟県牧町で住民投票が行われてから、はい、16年前ですけども、96年の8月4日に日本で最初の住民投票が行われたんです、はい、テーマは原発なんですよね、原発の是非。その新潟県牧町で住民投票が行われてから16年間の間に401件の住民投票が行われてるんです。401件、都道府県、ね、都道府県で言ったら東京都以外の都道府県の傘下の自治体は全部やってるんです。本当ですか？私もやっ東京都だけ、東京都だけがやったことない自分がやってないからやったことないと思って、やってない人が大半だと思ったらそんなことない。401件も書いてる。それでね、この401件行われてる住民投票は、うん、白石さんはやったことがない。で、私もですね、大阪府のいろんな衛星都市ではあるんですけども、守口とか高石とか、実は大阪市もやったことないです。だから大阪市民の私と東京都民の白石さんは未経験なんですなるほど。でね、いろんなところで401件やってるんですよ。で、実を言うと皆さんも経験された方が結構おられて、うん、私は原発の国民投票っていうのは住民投票の全国版だと思ってるんです、うん、思ってるんだけども、うんうん、半年間ほど4月以降活動してきてね、なかなかそれがね、実感として国民投票やったことないもんですから、選挙は皆さん何回も投票経験あるけれども、国民投票日本で一回もやったことないもんだからイメージが湧かないんですよね、うん、それでどうしたらいいかということで乗り出したのが東京の都民投票と大阪の市民投票なんです。原発の、東京電力管内の原発は東京都民投票で決めようと。でこれでイメージを膨らませていただいて、もう一回ぐるっと帰って国民投票の運動につなげたいなと思ってます。なるほど、はい、今すでに大阪では、はい、署名の数が集まって、はい、実際に、条例化に、うん、この後なっていくのかと思うんですけれども、はい、東京で今まさにこう署名を集めているというのは、はいはい、その東京と大阪とそれぞれの都市でその条例化して、はい、そしてその原発を問う住民投票をやってみようと。条例化というのは要するに、はい、さっき言った原発国民投票と同じで、町ごとに自治体ごとに原発の住民投票をやるためにはそのためのルール作りをするんですよね、うん、そのルール作りが今白井さんおっしゃった条例なんですよ。市民投票条例、都民投票条例、うん、でそれが国で言ったら国民投票法になるんですね、はい、だから今その条例を作らせないと、都に条例を作らせないと都民投票ができないんで、うん、作りなさい、作ってくださいという請求のために今署名集めをしてるんです。なるほど、はい、結構ステップがあるので、はい、大変ですけども、そのゴールのため、今井さんの最終ゴールは国民投票、はい、そうですね、だけれどもその前にやったことのない、しかもその今回の福島原発に関係があったり、うんうん、あるいはその福井にたくさんある原発に関係ある大阪と東京で、うん、トライアル的な、はい、いや、その通りなんです。でこれまでね、住民投票が原発について行われたのは新潟県の牧町と、はい、ちょっとこれ、はい、今までのその住民投票があった町とその運動があった町をちょっとまとめたフリップなんですけれども、はい、いいですか、はい、新潟県の牧町と刈羽村ですね、はい、それから三重県の美山町、宮間町、この3つで、はい、住民投票が実際に行われました、はい、原発あるいはプルサーマルに関わるね、はい、でも実施されてないところでこんなふうに柏崎市も、それから大井も佐賀県も、それから六ヶ所村、富岡、奈良、紀勢町、南東町、久保川といろんなところで住民投票に関わる動きがあったんです。実はこのフリップに載ってないところで合計ですね、はい、今で31件も動きがあるんです。これに載ってないのもあるんですね。なるほど。それでところがね、これまでのは全部見たら分かるように原発の立地先、あるいは立地予定先ばっかりなんです、はい、肝心のその電力を大量消費している都会では全く動きが起きてなかったんです。でそれはおかしいということで、うん、こういう立地先や立地予定先の人にばっかり押し付けて住民投票をつけるんじゃなくて、我々都会に住んでる者が一回やろうじゃないかということで今回請求することになったんです。なるほど、はい、電気を使ってる人間の方が考えると。そう、今まで私たちはこの311の事故が起きる前はほとんどの人が原子力発電所っていうのは新潟県や福島県や、はい、福井の人たちの問題であって自分たちの問題じゃないと思ってた人がほとんどだったんですよね。でもそうじゃないんだと。で私たちは例えば東京都で言ったら東京電力の
電力を大量消費してるし、うん、おまけに東京都は東京電力の株を 2.66% も持ってますから、はい、それを持っているところの住民なわけですからね、まあ、間接的な株主とも言えるんですよね。だから私たちは都会の人間はこの原子力発電所の問題に関わっていく責任と権利の両方があると私は考えてます。なるほど。で、まあ、今実際にそのまあ運動していて、はい、これがまああのすでに大阪の方では、はい、もうすでにその署名が集まっているということで、はい、もう間違いなく請求できる署名数は集まりました。はい、で一方で東京、はい、まさに、期限が今週来週の9日までに署名を集めなければいけない。なるほど。ちょっとあの昨日ですね、まあ、新宿駅前で、はい、その署名活動をしているということで、はい、ちょっと取材してきましたね、はい、そちらの VTR を少しご覧いただきましょう。はい、ちょっとですね、はい、学生に初めてカメラを持って行ってもらって撮影したの色がちょっとあの変わった色になってしまってるんですけども、非常に、まあ、あのたくさんの方々がボランティアで参加されていて、年齢層もかなり幅広い方々があの署名されていたんですけど、皆さんこれもちろんボランティアの方。そうですね、もう人件費は一切払ってません。全部ボランティアです。でも毎日のように、まあ、このように、はい、されてるということですね。大都市に住む者としてこの電力問題というものを考えていかなきゃいけないと思うんですね。原発続けるのかやめるのか、それを決めるのは僕たちじゃないか、そういう署名を集めてます。様々な方が、やっぱこれからの時代っていうのは自然と共存するためにもいらないものはいらないでいいと思います。そのための一票で、はい、つもりで書かせていただきました。自分的に今の日本がこんな風になってっていうのがあんまり分かってなくて結構勉強になりました。スタロム氏が10年前に悪性の脳腫瘍で放射線抗がん剤の治療をずっと受けてきました。それなのにこういう放射能の事故が起きて本当に健康な生活を送ってもらいたいと思いこの活動に参加しました。みんなで一人一人で本当に環境と経済どちらが大事なのかを考えていきましょう。市民の責任を持つ意味でやっぱりこの原発投票は絶対必要だと思いますね。ただ文句を言ってるだけではちょっといけませんので、自身じゃないですか、命に関わることは僕たちで決めませんか。はい、あのたくさんの方々が参加されてたと、あと山本太郎さんが映っていましたが、山本太郎さんはどういう関わりなんですか。山本太郎さんはですね、あのこの署名を集める請求代表人の一人です。請求代表人というのはどういうものなんでしょう。これを都知事にですね、はい、こういう条例を制定してほしいと請求をするわけですけども、はい、署名した人は20万人30万人全員が請求者なんですけども、はい、その言い出しっぺというか最初に呼びかけた代表者のことを請求代表者と。なるほど。で山本太郎さんのほか31人、はい、合計32人います。例えば千葉玲子さん、それから漫画家で明日のジョーで有名な千葉哲也さん、はい、それからあの映画監督で毎日川さんの映画監督の小林翔太郎さん、はい、そういうあの著名人や無名な人も含めて32人が今請求代表者として活動しています。なるほど、はい、でその請求代表者の方はこう署名を集める、はい、それだけで足りない。30人でとても30万の署名を集められませんから、はいはい、いくら必要なんですか東京を集める数が、その請求するために22万ほどいるんですが、でもね無効っていうのが必ず出てきますから、はい、これ生年月日が間違ってるとか、はい、住所がおかしいとか、はい、だからね我々目標を30万筆と置いてます。30万筆集めなきゃいけない、はい、だから今だいたい分かってる確認してる数字だけで17ぐらいなんですよね、はい、あと13必要なんですけども僕はいけると思ってます。でその30万筆を署名集めるときにあの請求代表者の山本太郎さんとか、あるいは山本太郎さんや請求代表者に委任をされて署名を集める係の人を、さっきテレビ の, あの画面出てましたけど、ね、受任者というんですが、その受任者が今2万4000人ほどいます。2万4000人。でこの2万4000人の受任者と請求代表人の32人で今署名を集めてるんです。でちょっと簡単に言いますとね、はいはい、これ実際署名簿なんですけども、はい、これが署名簿、はいはい、こっち側がその2万4000人の受任者で皆さんで集めていただいている署名簿、こっち側が請求代表者の署名簿です、はいはい、で中開けたらこんな風になってます。なんかちょっと私の方で開けましょうか、はい、先に表紙見せようか ね、はい、表紙ね、これでしょ。で中開けるとこうなってます。これが表紙でこちらの中、
で開けるとこうなってましてね、はい、普通の署名とよく街頭でね、皆さんこれ署名してくださいって言ってあのいろいろ簡単に署名するのとはちょっと違ってね、住所と名前と生年月日、そして印鑑あるいは母印を押さなければいけないと。ハードル高すぎますね。そう、今時都会で、はい、あの初対面の人に、はい、例えば渋谷とか新宿で署名してくださいって言って、はい、初対面の人に自分の住所と名前と生年月日まで書いて印鑑を押すって、これ相当な決意がいりますよね。そうですね、うん、だから簡単にはね、そんなね20万30万が集まるわけがないんです、うんうん、でもそれでも今それをやってらっしゃると、はい、で請求代理人はあのどこでも集められるけど、この受任者のものというのは、はい、その地域の方、住んでいる地域の方の署名じゃないとダメという、うんうん、その通りなんです。あの例えば、はい、白石さん、あの例えば白石さんが練馬にお住まいだとしたら、文京区なんです。あ、すみません、はい、文京区にお住まいだとしたら、はいはい、文京区の人しか白石さんは集めることができないんです。もし受任者になったとしても、私が受任者であれば、あるいは私自身が署名をする場合には、その文京区の受任者の人の署名簿にしかサインできない。そうで、もし白石さんが、はい、あるいは白石さんの友達が受任者をやってて、うん、杉並にも練馬にもあちこち友達がいるよと、うん、だったらその人にもしてほしいって言ってもね、これね法律がおかしいんですけどね、署名してもらうことができないんですよ。なかなかこれまたハードルが高いですね。おかしな話なんです。だからそういう場合は、例えば杉並に友達がいた、練馬に友達がいたって言ったら、うん、その人自身に受任者になってもらって署名を集めてもらうと、うん、ものすごく大変なんです。ただし請求代表人、さっき言った30人の請求代表人は、はい、立川にお住まいの人も国立にお住まいの人も練馬にお住まいの人も港にお住まいの人も誰から署名集めてもいいんです。だから請求代表人はもうオールマイティだから32人も僕ら作ったんです。なるほど、うん、皆さんちょっと整理できましたでしょうか、はいはい、つまり30人の請求代表者という方は都民誰でも署名を集めることができるし、はい、その人が集めている署名はああいうふうに先ほどの新宿のようにあのどんな方でも書けると、はいはい、一方でそうじゃないその受任者という方は2万人もいらっしゃるけれども、はい、自分の地域の人しか集められないということで、はい、そうしますとどうすればいいですかね。だから、はい、あのこれから、まあ、署名をしたい、9日までなんですけど、うん、署名をしたいっていう人は2つの道があります、はい、1つは我々あのさっき紹介があった新宿のハルク前とか渋谷のハチ公前とか毎日いつでも署名ができるように常設の署名スポットを作ってます。常設の場所がまずあると、はい、そこに行ってもらうか、はい、あるいはもう何百箇所というところであの駅前とかスーパーの前とかいろんなところで今連日この瞬間もやってます、うん、でそこに足を運んでもらうかどちらかなんですよね、うん、でその場所はどこに書いてあるかというとホームページを見ていただいたら、はい、そこに全部載ってます。あるいは電話で問い合わせてもらっても結構です、はい、なるほど。あの、うん、電話番号ちょっと出していただけますかね、はい、あの電話すれば例えば私はどこどこに住んでるんですけどって言えば、はい、例えばあの近くの喫茶店とか、はいはいはい、あの集めてるところを教えてくださるという感じなんですかね。例えば私は水道橋の駅のすぐそばに住んでるんだけども、はい、どこでできますかって言ったらちょっと待ってくださいって言ってパッパッパッと言って言えます。あのすぐに電話で応答します。ただしそうじゃなくてインターネットをやられる方はですね、ネットでうちのホームページに入っていただいてそこから検索してもらったらすぐにもういっぱい出てきますから、そこに行ってもらうという、あのウェブサイトを見れるアワープラン TV のインターネットで見てらっしゃる方はもうそちらからちょっと見ていただいて、あの朝日ニュースターを見てちょっとインターネットは苦手っていう方はちょっとお電話でこの電話番号にいただくという、はい、それで、もう一つね、はい、我々が本当にしてほしいのは、はい、ご自身が署名をまだしてない場合であっても署名をしている場合であってもご自身が署名を集める側に回ってほしいんです。署名をする側から今度集める側に回ってほしいんです。これ例えば今まで何にも関わりがなくても突然できるんですか？大丈夫です。受任者になれっていうことですね、はい、例えばあの白石さんが電話してもらって文京区に住んでる白石ですけども、うん、私も署名集めてあげますから署名簿送ってくださいって言ったら私は速達ですぐ送ります、うん、その時は白石さんがご自身が受任者になってくださったらいいんです。なるほど。登録を我々に電話 の口頭で言っていただいたら住所とか名前とか来ますから我々はそれ選管に届けますから後日だからちゃんと受任者になっていただいて白石さんが文京の友達を
これ署名簿1冊で大体10人集められますから、あの別に7人8人で終わってもいいんですけども、白石さんが今度はここに集めていただくということで、はい、なるほど。そうすると例えば今本当にあのインフルエンザとか風邪で寝込んじゃって、はい、外にわざわざ署名に行けないっていう方はむしろ自分が受任者になって、はい、これで家族の集めて送るというのが一番早道、はい、一番いいです。なるほど、一番助かります。はい、で一応ねあのこちらの方でこれからあの9日までの1週間、はい、どんな町であの署名を集めているかこう見にくいですけどずらっと集めてきましたが、先ほどから話がある請求代表者がいらっしゃる、つまり誰でも署名できるところはここに書いてある通りで、もうこの土曜日日曜日はね、はい、あのいろんなところで、そうですね、この世田谷とか青梅とかっていうのは、はい、あのスポットがあるんですけども世田谷の人しか署名ができない、青梅の人しか署名できない、でもここに行ったらもう東京都民だったら有権者だったら誰でもが署名できるということです。わ、うん、はい、かりました。ぜひあの、まあ、この、ね、あの取り組みというのは東京ではとにかく初めてで、はい、なので、まあ、その興味がある方はちょっとお話を聞きに行っていただいたり、はい、サイトをあの見ていただければと思いますけれども、やっぱりその、まあ、直接的にこういうふうにこう投票するっていう行為自体がやはりこう今井さんにとっては重要というふうにお考えなんですよね。そうですね、僕あの友達で京都大学原子炉実験所の小出弘明さんという人がいるんですが、小出さん、はい、小出さんがねあのこの都民投票市民投票をすごく応援してくれてるんですが、なぜ応援してるかって言ったら、それは小出さんが反原発だからじゃないんです。小出さんは原子力発電所をどうするのか、あるいはその放射能で汚染されたものを食べるのか食べないのか、それは誰かに命令されたり指図されたり、誰かに決めてもらうことじゃなくて自分自身がよく考えて決めることだと言ってるんですよね。だから僕は原子力発電所の是非もですね、誰かに決めてもらうことじゃなくて自分で決めるべきだと思ってます。そして自分で責任を取るべきだと、まあ、とにかく今まであのやったことがないことですのでね、はい、あのまあ、是非本当に関心を持ってこれを署名するかしないかも含めてですね、うん、一人一人がこう考えていただくのがいいのかな、はい、そう、原発に賛成の人も反対の人もぜひですねこの投票に参加してほしい、この投票を実現させてほしいと、そう思ってます。はい、ありがとうございました。今井はじめさんでした。来週はですね、福島県の武藤瑠衣子さんにお話を伺います。ではまた来週。